はい、どうも、組んでみたレビュー、青島のザ・チューンドカーになってからのベルテックス H3 シルビアです。まあ、ザ・チューンドカーになる前に S パッケージバージョン R の時に一回組んではいたんですけど、まあ今回ね、改めて、まあちょっと作ってみました。まあね、まあ、車高を落とすところで、色とかね、まあご覧いただいてると思うんで、まあある程度予想はできるかなと思うんですけど、こんな感じにしました。今回は、今回ちょっと試しにね、ガイアの、EX 蛍光クリアというのを入れてみて、で、それがどんな感じになるのかも見たかったので、まあ普通に、EX ホワイトを吹いてから、蛍光クリアを吹いてみました。ガイアの、EX ホワイト、まあ EX ホワイトに限ったことじゃなくて、白系の塗料っていうのは、あくまで自分の見た目の感じなんですけど、若干ね、真っ白、純白っていうよりも、ちょっと黄色っぽいかなっていう印象があるんですけど、これね、まあ、多分画質的に、画質うんぬんっていうかね、カメラの性能なのかな。あんまりはっきりとはわかんないと思うんですけど、若干青っぽくなります。その黄色っぽか、EX ホワイトの上に普通のクリアを吹い、EX クリアを吹いただけだと、黄色っぽいままなんですけど、蛍光クリアを吹いたら若干青っぽい感じになったなっていうので、まあ、あくまでまあ自分の見立てというか意見としては、まあ、黄色っぽい白ってね、トヨタの白っていうイメージがあるんですよ。で、青っぽい白、まあ、今回たまたま一三シルビアにやってそんな感じになったんであれなんですけど、青っぽい白っていうと日産っぽいイメージの方が強いかなっていうふうに思ってたりはしてます。今回、まあ、18インチのね、57エクストリームに変更しました。まあ、キット付属なのは、よっこいしょ。ですね、ボルクの GTV の19インチになってます。青島の13シルビア自体が、1号シルビアと共通シャーシということで、若干ちょっと大きいかなっていう気もするんですけど、ただね、それでもね、まあ、青島19インチだとちょっと大きいかなーっていうふうに思ってるので、で、かといってじゃあ富士見の17インチだと小さすぎるし、っていうことで、ね、18インチ使ってます。で、前回組んだ時は、このね、バンパーの合いが悪いんですよ。リアバンパーの合いが若干ね、こう広がっとるような、広がっちゃうような感じになっちゃうんで、前回はね、パテ使ったんですけど、裏からパテ打ってってやったんですけど、完成間近にポロってこう、パテの接着力って言うとあれですけど、あれがね、落ちちゃったみたいで、剥がれちゃったんですよ。なので今回は裏からね、見えるかな。プラ板をね、細く切ったものを貼って、こうやってね、剥がれにくくっていうか、まあ、外れにくくするようにしてやってます。で、リアナンバーをちょっと角度つけてね、こういうね、変なところにこだわっちゃうのが私でございます。まあ、ドリシャーとか、その、グリップとかっていうイメージではなくて、まあ、自分が思いつくままにこうしたらかっこいいかな、みたいな感じで組みました。このキットを組む上での注意点は、まあ、あくまで自分の見立てですけど、リアバンパーのその合いの悪さと、このヘッドライト周りの部品なんですけど、これね、すっごい気をつけないと、こうね、ゲート跡がちょっとでも残ってたりとかすると、ぴったりとこう、なってったりがない。ボンネットのこの先端の部分と面にならなかったりするので、その辺が注意かなっていうふうに思います。あとは何かあったか、あとサイドステップの合いが若干悪いです。まぁ、ちょっとね、ここ隙間できちゃってますけど、こんな感じにちょっと隙間が浮いちゃったりとかするので、この辺がちょっと注意点かな。で、今回、改めて久々にっていうかまあ、前回組んだのでも言うて1年以上前なんで、久しぶりに組んで思ったのが、ここのね、ドアのモールドと、サイドのこのプレスラインの、ところなんですけど、ここね、タンニアと富士見のやつだと、ここのプレスラインと
このモールドの深さが一緒なんですよ。で、墨入れ塗料を流してやると、ビローンってこっちにも伸びちゃったりとかするんですけど、青島のやつって、ここね、ちょっとね、ドアハンドルのやつがちょっとはみ出しちゃったりとかしましたけど、ここのね、ドアの、分割線のモールドの方が若干深く掘られてるんですよ。なので、墨入れがね、こう流れ込まないっていうのがね、あ、なるほどなっていう、ことを思ったりはしましたけども、まあそんなとこかな。はい。だな。うん、いいな。で、今回、革命とプロメ選択式になってます。プロメの部品も入ってるんですけど、自分ね、一三シルビアの革命が好きなので、革命で組みました。なとこかな。あと、できればこのバンパーのね、開口部に何かついたりすると、例えば前置きのインタークーラーの部品とかね、ついたりすると面白いかなって思ったのと、今回ね、あれって思ったんですけど、ここのね、トランクのキーシリンダー、のエンブレム、キーシリンダーエンブレムって言ったらいいかな。あの、シルビアマークがつくはずなんですけど、それのね、デカールがなかったんですよ。で、デカールシートを、前回作った時も、ベルテックスのデカール、このね、フルデカールは貼らなかったんですけど、前回作った時、エンブレムデカールあったような気がしないでもないけど、はっきりと思い出せないっていう風なので、もともとなかったのかな。まあそんなことはありましたけど、あとは特別はないかな。はい、そんな感じでした。というわけでですね、今回はまあ組んでみたレビューは、青島のベルテックス S13 シルビア、こんな感じにしてみました。ご視聴いただきありがとうございました。